ビクトル・ユーゴーが小説で説明していることを理解するために、寓意技法を知る必要があります。寓話的な比喩または寓意技法は、多くの作家が象徴的な人物、行動、出来事を通して半隠蔽された複雑な意味を伝えるために使用する技法です。これにより、作者の伝えたい道徳的、精神的、政治的な意味が生まれます。難しく聞こえるかもしれませんが、あなたはよく知っているはずです。例えば C.S. ルイスは、彼の古典的な児童小説の中で、ライオンのアスランという形でこれを用いています。その死と復活は、イエス・キリストと同じものです。ジョージ・オーウェルの動物農場は、20世紀初頭のロシアにおける、共産主義の政治的、風刺的寓話です。ユーゴーの寓意表現と、ノートルダム・ド・パリを理解するためには、この小説の中心人物をもう少し詳しく見る必要があります。最初の登場人物で文章を知らない人にとって最も悪名高いのは、間違いなくカジモドです。カジモドは醜い容姿のために社会から追放された孤児で、女裁長のクロード・フロローの庇護のもと、ノートルダム大聖堂に住んでいます。カジモドはユーゴーに、大きな頭に赤い髪が生えていて、肩の間に大きなコブがあると言われています。鼻は四角く、口は馬蹄型、歯は不揃い。彼は背の高さと同じくらい横にも広く、完璧な醜さを示しています。ユーゴーが書いているように、彼は巨人がバラバラに壊れてひどく修復されたように見えた。小説の中でユーゴーはカジモドの大きさを巨大と表現しており、しばしば彼のことを優しいサイクロプスとして描きます。カジモドは典型的な親しみやすい巨人で、外見は醜いですが、内面は優しく温厚です。彼もまた町の通りで踊って生計を立てているロマ人孤児のエスメラルダに戸惑いと恋心を抱いています。エスメラルダはペットのヤギと一緒に踊り、ストリートマジックを披露し、パリの地元の人たちは彼女のパフォーマンスを見るのが大好きです。また黒魔術の容疑もかけられており、彼女はエジプト人、魔女、異教徒と呼ばれています。そしてカジモドの主人でありパトロンのクロード・フロローはノートルダム大聖堂の助祭長であり、背が高くスレンダーで不気味なコントロールをされた男です。彼はエスメラルダを密かに愛しており、彼女を陰でこっそりつけている。フロローの周りには闇があり、物語の重要な敵役の一人であり、悲劇的な悪役です。またナレーターが説明するように、彼には秘密があります。町の人たちは夜遅くのノートルダム大聖堂の塔の上から、短い間隔で断続的に赤い光が見え隠れするのをよく目にした。パリの老女はこう叫びます。助祭長が蛇腹地獄で火花を散らしている。地元でフロローは魔術師と言われていますが、錬金術師と呼ばれることを好みます。ファルコネッピの大聖堂の謎と金属の話を覚えていますか。他の錬金術師と同じように、フロローは鉛を金に変えることに執着していました。金は太陽であり、金を作ることは神になることだと彼は説明します。太陽は火から生まれる、火は大穴の魂である。光、金は同じである。火は具象の状態だ。
目に見えるものの違いであり、同じ物質の蒸気から氷まで流体と固体の違い、それが全てだ。ファルコネッリの作品のように中世の錬金術師が壮麗な大聖堂の中で作業している姿をユーゴーは表現しているのです。それだけではなく、太陽に取り憑かれた錬金術師の姿もあります。そして彼曰く、太陽は金を生み出すのと同じ源から作られていると表現しています。フロロー曰く、蒸気は流体で氷は固体であり、太陽の火は流体で金はその固体の対応物である。興味深いことに、ユーゴーは小説の中でセントクリストファー像の破壊を嘆き、オフェルスを思い出させます。それは錬金術と大聖堂の偉大な関係を象徴するようになった。ノートルダム大聖堂の中に住んでいた人です。ここでついにフロローとは対照的なフランス国王の騎士団長であるキャプテンフィーバスが登場します。フィーバスは高貴な生まれで、ハンサムでうぬぼれが強く、信頼できず、傲慢で、しかも女たらし。女にモテモテで、欲しい時に欲しいものを手に入れる。エスメラルダを愛しているわけではないが、欲情しており、彼女を誘惑して利用し、捨てようと考えている。フィーバスは物語の2番目の敵役です。フィーバスのハンサムさと自信に魅了され、エスメラルダはもちろん彼に恋しています。そして非常に興味深いのは、ユーゴーがキャプテンフィーバスと呼ぶことにしたことです。ギリシャ神話のフィーバスは太陽の神で、ローマ神話ではアポロと呼ばれています。そして奇妙なことに、フィーバスはエスメラルダを誘惑するだけでなく、フロローがクローゼットに隠れて見ていることを許します。しかしフロローは別の計画を立て、エスメラルダがフィーバスを愛する嫉妬に狂い、クローゼットから飛び出してフィーバスを刺し殺そうとします。フィーバスは死にませんでしたが、エスメラルダが責任を負うことになります。その結果、彼女は公死刑に処される。フロローがフィーバスを殺そうとしたことで、エスメラルダがその責めを負うことになり、エスメラルダは土壇場でカジモドに救われるという劇的な連鎖が起こります。そしてノートルダム大聖堂に運ばれ、孤児たちが庇護を求めます。しかしこれだけでは不十分で、すべての計画が混乱に陥り、孤児たちは無残な死を遂げ、ノートルダム大聖堂は炎に包まれてしまうのです。グーイギ法とは、象徴的な人物や行動、イメージや出来事を通して、隠れた複雑な意味を作家が伝える、文学的手法のことであることを思い出してください。それは、現実世界の問題や出来事について幅広いメッセージを伝えるために、登場人物や場所、出来事が使われる物語です。そして一見したところ、なぜこのユーゴーの脚本全体が寓話的であるのかはっきりしません。しかしマスターキーを適用すると、彼のメッセージを理解するための道が切り開かれます。ここにあるのは、象徴的なキャラクターや役柄や形です。中世末期に現れた急成長する意志の代表として、ユーゴーが描いた人物です。フィーバスは冷酷で傲慢であり、ハンサムで輝かしいキャラクターです。そして誰もが彼に引き寄せられるように、特に踊り子のエスメラルダは彼を尊敬するほど愛しています。
フィーバスという名前を選んだのは融合であり、太陽の擬人化としてのキャラクターを私たちの頭の上に直接配置します。またエスメラルダをパリの地元住民が魔女やエジプト人、異教徒と呼び、ロマ人の旅人としたのは異教徒の太陽崇拝を象徴しています。ロマ人は言語学的にローマ人にとても近い。融合は読者がこの人物と古代エジプトやローマの太陽崇拝の慣習を間接的に結びつけるようにしました。しかし太陽そのもののようにフィーバスはエスメラルダや異教徒の崇拝者から彼に向けられたあらゆる種類の崇拝に無関心です。そしてクロード・フロローの姿は太陽崇拝のもう一つの形です。教会の腐敗と太陽崇拝の統合を大聖堂の錬金術師としてのオカルト的な実践を通して擬人化した人物です。彼は太陽の形成の秘密と金属との関係を解明することに夢中になっています。フロローのエスメラルダへの愛と彼を拒絶してフィーバスを選んだこと、錬金術は地上の楽園を作ろうというくだらない野望を表しています。太陽を支配し神を演じようとする行き過ぎた行為、挑戦することはできますが錬金術は決して太陽のようなものにはなりません。錬金術師フロローは嫉妬に駆られ劣等感に苛まれ太陽を殺そうとする。そうすることで多くの登場人物を破滅に導く連鎖を引き起こし、最後にエスメラルダが吊るされることになるのです。そして物語全体の被害者は誰なのか、それはエスメラルダではなく、彼女は太陽崇拝の裏にある空虚さを認めたくない。彼女の光への情熱の裏には物語の真の犠牲者たちの苦しみがあります。そしてそれはまず火事元です。社会から追放された赤毛の巨人は彼の住む大聖堂とその鐘だけが本当のつながりです。もう一つは大聖堂そのものが火に包まれて燃え尽きることです。中央のローズウィンドウよりも高い位置にある最も高い天井に大きな炎が上がっている。二つの主楼の間に火花を散らしながら大きな炎がギザギザに燃え上がる。光の崇拝と太陽を支配しようとした結果旧世界は滅び、その象徴がこのカジモドと大聖堂です。興味深いのはカジモドが赤毛の巨人として描かれていることです。また太陽崇拝のモチーフが繰り返し登場し、今回は太陽を殺そうとする試みも行われました。もちろん死にませんでしたが傷つき永久に変わってしまう。しかし征服はされなかった。傷つき変化した、これは興味深いですね。フィーバスは征服されない太陽、なぜ歴史的なモニュメントや文学神話の中で太陽は征服されないものとして表現されているのでしょうか。融合の中世の終わりに関する寓話は同時に太陽をその終わりの中心的な媒体として位置づけ、この時代における錬金術師、異教徒、教会、巨人といった主要人物の重要性を強調しています。融合の文章が私たちの歴史に投下された、泥沼の欺瞞を通り抜けようとする私たちにとっていかに重要であるかがお分かりいただけたと思います。これはいくら強調しても足りないくらいです。
もしあなたがこの問題に取り組んでいるのなら、ノートルダム・ド・パリは必読です。それなしでは堂々巡りです。そしてその理由を教えます。ビクトル・ユーゴーが残した鍵。上位のゲートキーパーは、良心を発揮できるか。このままではいけないと思い、一旦立ち止まり、世界の行く末を悔やむことができるのか。その方向性は、彼ら自身が私たちを導く上で、非常に貴重な役割を果たしたものです。もしかしたら、ユーゴーのノートルダム・ド・パリの中で、最も興味深いのは、彼がフィクションの中に組み込んだ2つのエッセイかもしれません。タイトルは、ノートルダム、パリのバードアイビュー。このエッセイの中で、ユーゴーはいろいろと考えており、中世のパリがどのようなものであったかを論じています。ルネサンス以前のパリと、当時の19世紀のパリとでは異なっていること。そしてユーゴーは、その対比に感動したり、喜んでもいなかった。むしろ愕然として怒っていました。これらのエッセイからいくつか抜粋して読んでみましょう。パリのノートルダム大聖堂は今日もなお崇高で荘厳な建物であることに疑いの余地はない。しかしその美しさを保つために時間と人間が同時に行った無数の劣化と破壊に対して憤りとため息を抑えるのは難しい。この大聖堂のオールドクイーンの顔には、各シワの横に傷を見つけるでしょう。時の流れはそれを貪り、人はなお一層貪る。古代の教会に刻まれた様々な破壊の痕跡のうち、時間の占める割合は最も少ない。ひどいのは人間で、最もひどいのは特に芸術家である。これらの総裁から、ユーゴーはノートルダム大聖堂の破壊を嘆き、時間による風化そのものである、建造物に見られるシワと、人間の手、特に芸術家による野蛮な破壊との間の非常にリアルな区別を描いています。ユーゴーは読者を大聖堂の頂上まで連れて行き、あらゆる種類の無数の野蛮な行為に注意を払うようにと頼みます。かつて十字路の中ほどに立っていたあの愉快で小さな塔はどうしたのかと。彼はセンスのいい建築家が切断したと答えます。そして大きな鉛の鍋の蓋のようなパッチで傷口を隠せば十分だと考えました。そして今、ユーゴーが本格的に動き出し、私たちのために多くのことを、文脈や、彼の視点から説明し始めました。彼が今言っていることに、本当に注意を払ってください。中世の素晴らしい芸術が、ほとんど全ての国で、どのように扱われてきたかについてです。ゴシック建築は今日、3つの種類の破壊によって醜い姿にされています。その表面のシワやイボは時間の働きによるものであり、暴力の後、三人制、挫折、革命と戦争の後、これらの切断、破壊、混乱はギリシャ人やローマ人の再建行為と教授の野蛮な修復仕事と流行によるものです。流行は革命より害がある。彼らは生きた肉に切り込みを入れて、その下にある芸術の骨格を攻撃した。彼らは切り刻み、切断し、その形と象徴性、その論理と美しさにおいて建物を殺したのだ。そして彼らはそれをリメイクした。ゴシック建築の傷口にセンスの良さの名のもとに堂々と貼り付けられた。
大理石のリボン、金属のポンポン、周囲の垂れ幕、花は、ふさ飾り、石の炎、聖堂の雲、ぽっちゃりキューピッド、ふくよかな天使。それは、死にゆくライオンを蹴飛ばすことだ。朽ち果てようとしているのは、毛虫に刺され、噛まれ、かじられ、最後の一撃を食らった古い歌詞である。ここで対処する必要がある、最初のことがあります。ユーゴーは真実のすべてを語らないということであり、旧世界がどのようなものであったかを明確に描写することはありません。それは国民はどのような存在だったのか、行政はどのように機能していたのか、日常生活はどうだったのか、技術力はどうだったのか、そして19世紀とはどの程度違っていたのかについてです。これは彼の仕事ではありません。もし彼がそうしなければ出版されることはなかったでしょう。旧世界の本当の秘密は比喩的なものに隠されていて、正面から取り上げることはありません。しかしこれらの文章で明確にされているように、ユーゴーは19世紀の今日、旧世界がいかに荒廃し破壊され抹殺されているかに怒っていました。そしてあなたはこう考えているかもしれません。なんだって、何言ってるんだこのユーゴーは。19世紀のパリの古い写真を見たことがあります。とても素晴らしいですよ。パリの万国博覧会の写真を見たことがないのですか。心配しないでください、もう見ましたから。その話はまた後日するとして、まずはユーゴーがここで語っていることに注目しましょう。彼がここで私たちのために明確に説明していること、その1、ルネサンスが始まる前の1400年代に終了した中世のゴシック建築と、その後の建築様式は大きく異なるということです。その2、その後に続くものはゴシック様式の構造を破壊することに重点を置いています。過去のゴシック建築をよりファッショナブルなテイストにリメイクすることで、切り刻み、破壊し、めちゃくちゃにした。大理石のリボン、ポンポン、ぽっちゃりキューピッド、ふくよかな天使などとバカにしている。その3、これらのファッショナブルな修復は主にギリシャ人とローマ人と教授たちの野蛮な仕事によるものである。ユーゴーの言うギリシャ人とローマ人はルネサンスに直接関係するものです。ルネサンスという言葉は歴史家によって中世から近代への移行を示されており、歴史上のタイムラインに割り当てられています。15世紀から16世紀に古典時代のアイデアや成果を復活させ、それを超える努力によって特徴づけられるものです。ルネサンス期は1400年代から1500年代にかけてです。多くの歴史家が述べているように、技術の進歩がほとんどなかった長い千年の暗黒時代の後に古典的な時代の復活を特徴とするものでした。このように私たちは教えられています。まずはじめに暗黒時代という言葉に注意する必要があります。この言葉は中世が終わりに近づいた時にイタリアの学者であるペトラルカによって作られ、彼は次のように言いました。誤りの中にあって天才は輝き、闇に包まれてもその目は鋭かった。ペトラルカはキリスト教の闇対光という比喩を利用しました。そして中世の千年にわたる時代に暗黒のレッテルを貼り、
新たに芽生えたルネサンスをその文化の志と成果の光としました。ご覧のようにルネサンス期では人はもはや神の前で謙虚になる必要はないのです。人類は新しい時代に入り、その可能性と探求心に満ち溢れていました。社会は文化的、技術的、科学的進歩を通じて限界を超えようとする野心によって神への敬愛を示すことが期待されました。そしてその新しい時代に人類は暗黒時代の特徴である厳格な信心深さから脱却したのです。自分自身が神の化身であり、自分自身の宇宙の支配者であり、もはや暗闇に縛られることなく、自分は完全に光だと考えるようになりました。闇から光へ。こうしてルネサンス期には人間は自分自身を神あるいは神と同等な存在とみなすようになったのです。しかしユーゴーが明らかにしたように、ルネサンスはその前進と復活を強調していますが、実際にはそれ以前の中世ゴシック時代の衰退の上に成り立っています。古典的な時代の復興であるルネサンス、特に古代ローマ時代の建築様式は外観も装飾も全て見せ物でした。ポンポン、ドレープ模様、花はリボンなど。そしてこれが再び注意するべきところです。古典時代の復興、誰があるいは何が再び立ち上がったのか。太陽の帝国が再び立ち上がったローマ。歴史書の中のちっぽけな嘘を見ましたか。これらの写真に写っている人々やそれ以前の人々が木製の足場と器具を備えた馬車で、純粋な技術革新と石積みの伝統的な方法でこれらの建造物を建てたということですが、彼らは作っていません。しかし大きな嘘は実際に全てを発明した人たちを完全に弾圧していることです。征服され没落した後に全ての歴史が抹消され葬られた。征服者たちは全ての建造物やインフラを再利用し始め、これまで説明してきた構造物を設計し直し、形を変えて隠蔽し、自分たちの遺産だと言い張るようになりました。過去のありえない構造物については非常に明確な区別をする必要があります。この区別は少なくとも2つの非常に異なるスタイルがあります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回はこの続きから始めましょう。